皆さんこんにちはまずは税理士試験を受験された皆様お疲れ様でした今日はレック専任講師税法課担当の消費税法法人税法相続税法を担当する3人で各科目について第67回税理士試験を振り返ってみたいと思いますでは受験の順からということで 消費税法から私自己紹介と試験の総括ということで本試験の傾向と合格ボーダーについてお話しさせていただきます消費税法担当の小出と申しますよろしくお願いいたします本試験の傾向なんですけれども消費税法は例年通りということで難易度としては 理論計算ともにそれほど難易度は高くないということで多分受験生の皆さん回答速報いろんな専門学校の回答速報ご覧になっていると思いますけれどもその合格ボーダーライン合格確実ラインの得点の高さにまずは驚かれていると思います。ただしし傾向として難易度ははそれほど高くはない ですので、合格ボーダーライン合格確実ラインは高い設定になってはいますけれども実際のところ本試,験本試験会場でこの得点が取れるかどうかという本音のところではまた別のところになるかと思います。ででですののの、まあ、個別の消費税法の徹底検証会では 本音としての得点はどのような状況になっているのか詳細をお話ししている部分がありますのでそちらをご覧いただけるとと思いますまあ本試験の傾向例年通りということでではこの合格ボーダーなんですけれども、まあ、理論と計算それぞれ2台ずつ出題されてその2台の配点というのが詳しくは出ていません 20点点点点なのか30点配点なののかか専門学校のところでそれぞれ工夫して拝点を付しています。こちらのところ傾向なんですけれども本試験例年通りの傾向ということで理論と計算レックが推奨しておりますけれども得点としては計算よりやはり理論の方で得点するというのが 合格ボーダーも手ににしやすすいいいいではないかとううふうに思いますその得点の仕方も理論については、まあ、論文形式で回答するというよりは覚えた個別理論集の個別理論の規定をしっかり書くことで得点につなげるというのがこちらも例年通りの合格を早くつかむためにつながるというところかと考えています。 消費税法、簡単にお話しさせていただきましたけれども、次は法人税法、同じく自己紹介と試験の総括ということで、本試験の傾向と合格ボーダーについて、お願いいたします法人税法を担当しております、レック専任講師の小池と申します。よろししくお願いいいます第1問を見させててただいて 実務職というより税理士資質があるかどうかを問われた問題だっていう形のものをすごく感じましたで1代目の方が青色申告制度という形のものでどの税理士も向き合わなきゃいけないものが一つもう一つは国際税務という形で今後海外に進出していくだろうということで税理士として最低限抑えていかなきゃいけない論点 という形の2台で出されましたで傾向としては法律の問題だっていう意識が強くなったように感じています。となると法律をベースに扱っているレックがこれからすごく有利になっていくんではないかなっていうふうには感じた問題ではありました。で今までのように圧倒的な量を欠かせるとかいうことではなくて重要視したのは各法律の関係例えば 法人税法と法人税法施行規則の関係はどうなっているのかあとは、意義と適用要件この部分についてのある意味暗記としてはもう今後もうべらぼうな量を暗記していく形じゃなくて法律自体を使っていく上で一番大切なまずは意義適用要件そこを重視した問題だというのをすごく感じています。でその代わり ちゃんと判断ができること与えられたものをちゃんと読み解く力はすごく求められているなっていうのは感じていますで、問題自体一つ一つ気をてらった難問とかは見受けられていませんがやはり粘り腰があるかどうか正確性があるかどうか読み込みができるかどうかという形のものはかなり先にお語って問われていたので点数自体は 先ほど小出先生も言ってましたけど、あの特殊な状況で積み重ねていくのは。それほど優しくないなとは感じております。ボーダーとして。第一問第二問合わせて五十四点。を一つの基準とさせていただきました。ある程度のミスも想定して。粘りを持っていただいて、狙っていただける点だとは思います。で。それ以上伸ばしていくのは、やっぱりかなり難しいとは思っているんで。えっ、ー、と。 それより9点点プラスさせていただいたただ65点これを合格確実には設定させてていいただいておりますやはり一番気になる点の一つとして、えー、と各専門学校回答割れている点があるとは思うんですけれども実際 A だから AB だから BC だから C だという問題を作っているとも思えないんですね。 あの一つの要素を抜いてそれはもう向こうの問題ミスではないです一つの要素を抜いてどう思考するかということも採点の中に盛り込まれている一つの要素だと思いますのでどのような形で自身の説明力とか判断力を示せたかということもちょっと論点になるのかなというふうには感じております法法人税法についいては以上です小池先生ありがとうございましたでは次に相続税法 同じく自己紹介と本試験の傾向と合格ボーダーについてお願いいたしますはい、えー、レック専任講師相続税法担当の飯田でございますよろしくお願いいたします、えー、まずは、えー、受講受験生の皆様お疲れ様でございましたはい、えー、今年の試験はですね試験員が変わったということでねどのような問題が出るかなと注目をしていたんですが、えー、ちょっとフリップを使いましょうかねはい 蓋をね、開けてみますと、こちら、えー、皆さん、簡単だったんじゃないかなっていう印象がね、えー、すごく多かった、えー、年だったんじゃないかなと思います。ただ、それが点数に結びついてるかって言ったらですね、ちょっとそれは話が別ということですね。はい、ただ、まあ計算の方、こちらの方はかなり。 簡単な問題が出てししままいましたね、はい、宅地についてはもう四角い土地、成形地が出て、宅地調整は奥行き確保補正だけ、取引相場にない株式についても通達改正前の、ね、算式で解きなさいと。 類似業種のことを指しておりますが、まあ、これが出てしまったので、特に皆さん、これ時間が足りなかったっていうことはないと思います。この点はもう高得点の勝負になるんじゃないかなと思われます。 一方、理論の方については、はい、これ、あの、出てきたね、えー、っと、理論のね、ものについては、どこの専門学校も予測しているものであったんですが、まあ、問題は2番目の事例問題ですね。はい、こちらがどこの学校でも理論では未掲載の問題だ。 ただし、これ、計算のテキストとかでね、えー、よくこれ、書いてあるところなんですよね。ですからね、先ほどもね、あの法人税の小池先生の、どこまで試験会場で粘ってここを書いてきたかっていうところでですね、案外、あの差がつくんじゃないかなと思っております。はい、で、一応ですね、あのー、 点の取りどころとか、あのボーダーラインとか詳しいところはですねあの別動画でご紹介はしたいと思うんですけども、はい、えー、レックではですねはい一応こちら、はい、えー、ボーダーラインですね、ボーダーラインこちらか、ボーダーラインはですね、一応七十レックレックテ点で七十五点。はいえー、とですねまあ これ確実権はですねちょっと数字は持っております。実際のところは85、6ぐらいいけばでも大丈夫じゃないかなと思いますが、まあ、一応このようなところでですね、えー、設定させていただいております。はい、で点の取り方としては、はい、簡単だといったです、ね、この計算問題、計算はやはり8割取っていただきたい。理論についても、理論の遠い位置ですね、こちらが8割取ってください。という形になりますね。はい、あとの,、ね、この事例問題、問題になった事例問題。 こちらについてですね、を12点、なんとか確保してもらいたい、まあ、このですね点数の取り方というのをですね、また別動画の方でですね、ご詳しくご紹介しておりますので、そちらの方を参照していただければと思います。えー、と今回の試験はですね、まあ、理論が税法の考え方を問、ね、いたというよりは、まあ、知ってるか知ってないかっていうふうなところにね、えー、問われる問題になってしまいました。まあ、ただですねまあ 相続税法の場合はですね措置法が理論で出た場合ないしはですね手続法が出た場合はこのようなことになることはですねある程度想定がされたということなのでまあ順当に実力がある方から受かっていくと思いますさらに初学者の方も今回はチャンスがあるんじゃないかなという年だと思いますはい、え詳しくは動画の方でですねご覧になっていただければと思いますありがとうございました飯田先生ありがとうございました まだ少し時間があるようなのでちょっと消費税法の私から各税法の担当の先生に少し理論の答案の書き方について、まあ、合格するような理論の答案の書き方についてちょっとお伺いしたいと思います。でちななみに消費税法なんですけれども あの各専門学校のところで模範解答で出すときにやはりあの答案用紙の枠を意識しての規定というか覚えた個別理論を書きにくい時とか書くための分量が少ないときにの。 でしょうね、論文というか受験生自身の作文で回答を書くっていうような模範回答を各専門学校あのお出しされているところあるんですけれども実際あの合格した方のおかえを聞いてみますとその作文形式ですとなかなか合格つかみにくくてやはりまあ 真摯に覚えた個別理論をなるべくいっぱい書く方が早く合格につながっているっていうような傾向が消費税法の理論の答案にはあるようなんですね。でですの意地、まあ、なくらいに <laughs> 私が模範回答とかレックで模範解答を作る時の指針として覚えた個別理論をなるべく書けるだけ書いた方がいいっていうようなちょっと他校とは違った模範解答の作り方というか合格するには個別理論を書くべきなのかなっていうことで理論の回答の仕方っていうのを 推奨まあ、レックはね個別理論を中心に書くといいんではないかという推奨の仕方をしてしまっているんですけれどもの例えば法人税法相続税法の合格につながるようなその理論の答案の書き方というのはどんな状況にまず法人のほうからさせていただくと可動、はい、期だと思っております。あの 今まで例えばすごく暗記したものを例えば5枚の理論用紙に書くっていう時代もありました。で、それを60分の間に書き切るっていうのが一つの合格のスタンダードだった時代もあったんですけれども、その実際20分30分書けるだろうで書いてた量が例えば紙のようでしたら2枚3枚だったものが4センチ5センチのところに。 書いいいてくださいっていう問題がやっぱり出始めましたそれは説明してくださいっていう前提で来ててもう今まで圧倒的な量を書いていたものをただ乱雑に普通に書く形ではなくてやっぱり相手の時間を奪わないために往復の情報をよりちゃんと正確に伝える日本語を作っていく力というのが門期手して今後は絶対間違いなく必要になってくるというのはすごく感じてます。 でその問題を何年間か出してきたんですけどやっぱりその前段階に戻ろうっていうふうにまた戻って法律の意義とか適用要件とかそういう形でもう長く書かせるっていうこと自体は法人税の方はもうやめさせるっていう意識はかなり感じますなので個別理論を書くスペースすらももう圧倒的にない状態で来てはいるんでやっぱ説明していく力というものを今後は 一緒にカリキュラムの中に盛り込んでいく必要があるなというのは感じてはいますで、可動機としだったんでもまたまたま個別理論を書いていればもうそこに点数を与えるざるを得なかったっていうのは想像できちゃうんですけど、あま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 しましまあ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 なかまあまあなあま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 あの,で、えーと今後の,私の 一つ大きな課題だとも感じてますうん、うん、相続税法はいかがですか、うん、相続税法はですねあの、ちょっとね、消費税とね、法人税と、ちょっと傾向がちょっと違うんですよね、うん、やはりあの公認会計士試験でもね、かぶってる科目でもないので、うんまあまだに旧態依然としてですね、回答欄をまあいくつかの設問等に分けるということではなくて、うん、ただにこう、 原稿用紙的なあの理論のそうです、ね、回答用紙はポンと渡されて書きなさい、うん、ということでやってたんですけどそれでも、ね、平成18年以来です、ね、一応1問目が総合問題、うん、個別問題 2>, 2問目が事例問題と、うん、いうことでずっと事例を、ねうん、書かせてたんです。で国税庁のの、ね、に出題の ポイントでしたっけあれにもう十何年間ずっと具体的な事例に即して書きなさいよ具体的に事例に即して書きなさいよって十何年間書き続けてはいたんですですので本当はあの出題する側としてはですねある程度先生が言ってたように論理展開、うん、まあ規定がありますよって要件がありますよと。 でこのね、説問に当てはめて、当てはめたらこうなって、えー、これが使えるか使えないかっていう結論を得るという論理展開を期待していたように見えたんですが、まあ、専門学校ではですね、教えたことは、やはりちょっと個別理論が、ね、あの主体なんですよ。ですので、あの具体的な事例に書きなさいよって問われているように、いきなり理論を書き始めちゃうっていうのでも、 本当は会話が成り立ってないんですよね。うん、実際、税制になってから、そんな口は白な会話はないわけじゃないですか。うん、お客さんが関心があることを答えなきゃいけないわけだから。うん、でだけども、だけど実際に理論書き始めちゃって受かっちゃってるわけだから、うん、あのそうですね、相続税法については、うん、あの出して側の、ね、水準、これが最高点だとすると、まあ、専門学校が教えてるのがですね、うん、まあ最低の基準、理論をべた書きするという水準なので、うん、まあここの団子状態、特に相続税法は、受験制度がね、うん 固ままってます抜き出すんならちょっとねあの出し手側に寄った形で回答した方がいいんじゃないかなっていうふうにずっと教えてたんですよただ、ね、今年は少し困りました <laughs> というものであのー、そうね、あのー、実際に計算、あのー、理論といってもねほとんど計算問題なんですよね一問がね一問が二問はですねその設営を前提としない用語の意義を書かせたのでまあ本当に先ほど申し上げたように知ってるか知ってないかで終わっちゃったので税法的な考え方を問うた試験という意味では まあ物足りないところではありましたかね、うんうん、ですから、これがどう変わっていくか、これがあの法人税法は過渡期とおっしゃいましたが、まあ、法相続税法では、この問題、計算も含めてここが、ここから用目が変わってくる年になるのかもしれません、うん、ということで,です、ね、今後の動静を中止したいなと思っています先生方、ありがとうございました。 なんかこの理論の回答の仕方については、確かにそのどの税法も過渡期っていうのが感じられるような思いをします。ですので、今後も税法の特に担当者のところでいろんな話ができていけばと思いますので、よろしくお願いいたします,ししますえ以上、簡単ですが、消費税法、法人税法、相続税法について、第67回税理士試験を振り返ってみました。 なお、詳細な徹底検証解説,など解説の動画を REC のホームページでご覧いただくことができます。これは REC の回答解説冊子プレゼントにお申し込みいただけますと視聴が可能となります。では、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。皆様、お疲れ様でした。お疲れ様でした。